怪獣とウルトラマンの対戦格闘ゲーム、面白そうだよね。ちょっと、現場的には、微妙だ。明確に文化的な、作品の方向性としての問題で、怪獣は、敵、だ。日本は、そういう価値観というか、良くも悪くも単一民族の閉鎖性を逆に安心感にしていて、ウルトラマンが負ける可能性それは、あるが、作品としてはノーサンキューな面、それが多々ある。ウルトラマンは怪獣に負けて、世界は蹂躙されました。それは、たとえゲームのワンシーンだとしても、見たくない悪夢、だ。この感覚で作られた作品をアメリカに持っていくと、逆に、なぜ怪獣は負けねばならない？至極、当然の反発が出る。アメリカが過度に日本文化を抑制した、その理由、でもあり、日本文化はそのままアメリカに持っていくと、衝突の火種にさえなりかねない。今も、